皆さんどうも、ドイヒーさんです。今日やるゲームはこちら、パンツ一丁おじさんの冒険。そんなタイトルじゃないから、クラフトピアね。頑張ってやっていきましょう。前回文明が発展したおかげで、ツルハシパワーアップ。これで新たな素材を取れるようになったよ。あとはまな板作りたいな。まな板モッドとかないからね。だけどまだ進化したツルハシでも壊せないものがある。50倍 TNT で壊したいな。 TNT モッドもないからね。ない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 やから。ドロップキック。また適当に喋ってるよ。もっと道具を進化させていこう。そういえばかまどで素材焼いてたな。これは何だろう。これは鉄かな。じゃあ鉄でアイアンゴーレム作ろう。どんだけマイクラだと思ってんだよ。鉄で鉄のツルハシ作ろう。これでまたまたパワーアップ。他の素材も壊せれるようになるね。新しいツルハシで素材集め、レッツブー。レッツゴーでしょ。これ壊せるか。おー、いけた。新しい素材をゲットだぜ。これはカッチカチの氷かな。そんなんだったら素材になりません。かまどに入れた時にわかりますか。山の上にもあったから、これを壊していきましょう。こっちの素材は、これはダメなのかい。今ゲットしたのを使って壊すってことじゃない。なる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 ほど。おう、それじゃあかまどにさっき取った素材を入れていきましょう。これは何だろう。これは銀って書いてるね。先生よく読めたね。一応先生だからね。それじゃあこれをかまどで美味しく焼いていこう。ピザじゃないんだから食べれないよ。ちょっと散歩してる間に素材ができたみたい。これをゲットして新たな道具作っていきましょう。新たに銀のツルハシ作れるぞ。これで優勝だ。何の優勝なんだよ。新しいツルハシをゲットしたから、さっき取れなかった素材のところに行ってみよう。これは何だろうな。銀の次だから金かな。って取れないのかよ。新しいツルハシなのにあちぴちぱ。じゃあ次は何をしようかな。銀とかゲットできたから、それで他に作れるものないか探してみよう。作業台的なのを作っていきましょう。それは武器作れるって書いてるよ。マジでマジだ。マジですと。変な三段活用作るなよ。武器さえあれば前倒せなかった敵も倒せるんじゃないの。それじゃあここに置いていく。これで何ができるかな。いろんなものできるぞ。なんかもう一番強い剣作れるんだけど。本当はこれもっと早めに作るものだったのかもね。こんないいもんあったら最強最強で最強。適当に喋らなくていいから。あとは盾を作っていこう。それより先に服作れって感じだけどね。パンツ一丁おじさんの大冒険だから、服は後のお楽しみに。武器と防具ができておじさんも喜んでるね。全然表情変わってないよ。パンツ一丁で大暴れ。もし警察がいたら捕まってるよ。こっちにボコボコにされたダンジョンがあったはず。あそこにいるのはブラックマ。何古代戦争じゃないんだから。クマにも前倒されてんだよな。やられたらやり返す。お返しだ。倍で返したりはしないのね。ダメージ食らっちゃったよ。だけどそこまでダメージ食らってなくて、おならっちゃらおならっちゃら。へっちゃらへっちゃらね。へをおならって言うなよ。仮面ライダーおならんしん。仮面ライダー変身ね。へをおならって言うなよ。それでは建物の中に突撃。前回はこの先でボコボコにやられちゃったからな。だけど今回武器がある。盾を構えながらじわじわと前進んでいく。そして攻撃攻撃攻撃。すごいダメージ量だ。あっという間に倒せたぞ。ものすごく強くなってるね。だけど炎食らっちゃったよ。めちゃくちゃダメージ食らってる。パンツ一丁だから防御力ないんだよ。あっという間にやられてあじびじばー。火に気をつけてリベンジオレンジマジマンジ。
木のやつを先に倒した方が良さそうだな。あいつだなーって違うやつ近づいてきた。お前の相手をしてる暇はないんだよ。ああ、また火くらっちゃったよ。こんがりジューシーに焼いてね。美味しくは焼かれないから。復活したら体力ゲージが半分なんだよな。これだと火くらったらあっという間にやられちゃうよ。回復アイテムないの？回復がどれだか？はい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 、わかりません。何度も炎を食らっちゃうよ。でもジャンプ攻撃さえしてれば大丈夫だということがわかりました。やられながらもしっかり攻略をゲットしてんだね。さあどんどん敵を倒していく。一定数敵を倒したことにより先に進めるようになりました。この先強い敵出んじゃないの？出てきたところで強い剣があるからね。だけど防御力激弱でしょうが。この際パンツ一丁で全クリ目指そうかな。さすがに防具ないときついんじゃないの？すごく広いところにやってきたな。何なんだろうなここは。なんだこの光は。光の方にはでっかいのがいる。ドヤベー攻撃してきたよ。もしかしてこいつ雑魚？ボスだろう。こんなヤバい雑魚いるわけないでしょ。岩みたいなのでできてるから石つぶてロボットだな。石つぶてロボット略して石つぶっと。そんなこと言ってないで戦い集中。ダメージ食らってるよ。背中を見せてるからお尻を攻撃攻撃。全然ダメージ与えらんないぞ。大丈夫かな。ハゲ狙ったらすごいダメージ当たった。こいつハゲてるわけではないでしょう。自分から壁にぶつかってやられたのか。今がチャンス。攻撃しまくれ。ボスの体力ゲージめっちゃ減ってるよ。ああ起き上がっちゃったよ。あとちょっとだったのにな。この光はまたレーザービーム出してくるのか。柱に隠れてセーフ。攻撃終わったら一気に突っ込め。ゴリ押しゴリ押しゴリラ押し出しだ。ガンガン攻撃しまくれって。何足に捕まってんだよ。だけどなかなかやられてくれないな。またレーザービーム来るから逃げろ。ああ食らっちゃった。っていうか燃えてない。燃えたらやられちゃうじゃん。やられる前に倒しちゃえ。ああ間に合わなくてアジペジパー。レーザーに気をつけて戦っていきましょうって言ってたらもうレーザー来るじゃないか。逃げろ。柱の裏に隠れろ。隠れさえすれば全然怖くない攻撃だ。今回は慎重に戦ってるんだね。何度も何度もやられるわけにはいかないからね。ジャンプ攻撃を、あもう攻撃してくんのかよ。早いな。後ろに隠れるって。何柱にくっついてんだよ。ドイヒーがくっつきに行ったんでしょうか。さっきみたいにどうにか壊れてくれないかな。そう簡単に何度も何度もあんな状態にはならないんじゃないの。だけどこのまま攻撃しててもめちゃくちゃ時間かかりそうだよね。パーツごとに壊れてくれたらいいのにな。なぜかダメージ食らわなかった。ラッキーなバグ起きたね。キーラッキーラキキのキー。そして回転してる中で攻撃できてる。これまたラッキーラッキーラキキのキー。ここに乗れたらめちゃくちゃ簡単じゃん。あー倒せた。まさかこんなにあっけなく終わっちゃうなんて。パンツおじさん強すぎた。クリアした先にでっけえ箱あるな。何なんだろうこれは。この中に宝箱めっちゃある。最強の武器とか入ってるかな。こんな序盤ではもらえないでしょう。でもいろんなアイテムゲットできて最高。また新しいもの作れるようになったりするかな。続きが楽しみ。というわけでまたお会いいたしましょう。せんろ。チャンネル登録よろしくお願いします。